そうだよな。ごきげんよう。私からのお願いです。素晴らしい。あのですね、お頼み申します。ふふ。達成できそうなものはございますか？それでは。
山岸のおかげでこれからは私も探索に行ける。ただ前線の4人体制は今後も継続しようと思う。正確なバックアップのためと、不測の際救出に回れる人員も必要だからな。それにこの間の満月のようなこともある。山岸一人を置いてはいけない。編成はリーダーの君に任せる。すまないがよろしく頼むぞ。できる限りの力を尽くします。よろしくお願いします。大丈夫ですか？無理はしないでくださいね。よし。ありがとう。あ、宝箱があります。この日は逃さん。敵2体、皆さんなら余裕です。さて、どうする？攻め時か。後悔しても遅い。この機を逃すな。黒のネズミだ。この機やめて。処刑する。いい感じだったね。
に戻りますかね。お、階段だぜ。変なやついないといいけど。宝箱だな。45階っつったらどっかの展望室と同じ高さなんだぜ。知ってた？どっか知る。手になろう。急所をつく。ペルソナ。この機を逃すな。黒のネズミだ。処刑する。山岸の加入は大きい。情報支援は探索の生命線だからな。お役に立ててるならよかったです。引き続き頑張ります。ん？宝箱か。敵の紫に備えておきます。急所をつく。決めてやる。勝利だ。あ、珍しいシャドウだよ。階段見っけ。あの。
よっしゃ、梅雨払いだ。エオルギア、今ならいけそうです。私にできること。ここから準備中です。もう少し時間はかかりそう。この一手で力で。
いや。油断はできない。慎重にな。風花もいいけど、霧城先輩のナビも良かったよな。お仕置きされたい感じ。何が言いたいのかわからないが、叱られてもしたいのか。シャドウがいるな。よし、先を急ごう。あ、階段。このフロア、探索完了ですね。よし、先制取った。放つぞ。容赦はしない。戦隊の攻撃で敵みたいがダウンです。攻め時か。危なくなったらやるもやめてくださいね。リーダーが敵を撃破です。この状況なら変身しねえ。リーチャー戦隊、敵をダウンです。攻め手を変えるぞ。よし、狙い通りだったな。
あ、フーカ、たまには歌でも歌ってくれよ。なんかこう、盛り上がるやつ。アホか。フーカ、聞かなくていいからね。階段あったね。行く？戻るやつあったけど、どうする？習得だね。はい、お疲れさんと。先輩、蹴りする。はあ、
連携だった。お疲れ様です。それは油断はできない。慎重にな。箱の中身。もうお気づきでしょうが、徘徊するシャドウは無限に現れるようです。効率的に戦うしかない。そうも言っていられないこともあるが、気をつけろ。手伝い。光には耐性があるみたい。どうする。ベリッシュ。やった。いい調子。さて、みんなで力を。お願い、手を狙える人がいます。交代しませんか。どうする。ここは的確な指示、見事だ。続けて頼む。霧城先輩の武器ってまさにイメージ通りって感じ。どんなイメージだ。まあ褒め言葉として受け取っておこう。相手になろう。この一手で容赦はしない。次もさっきみたいに決めよう。お、なん。シャドウ発見。どうする。
シャドウ発見。どうする？やば、油断した。もっと行きますか。宝箱だな。この木は逃が攻め時か。全然切れよ。霧城先輩、敵をダウンです。君の出番だ。了解。電撃が弱点ですね。どうする？ナイス、いい調子。行こう。この服かっこいいよな。着こなしにはこだわりあんのよね。Shadow 10 o'clock to rest.
シャラゾーマスデスクよし食らえ。さて、どうする？まだ油断はできない。一体を撃破です。どうする？オブロン！全員助けて。さすが！今さっきみたいに決め。階段見っけ。強敵です。気をつけてください。リーダー、では行こう。加速しなよ。慎重に。この状況ならペルソナ。今のではダメか。聞いてない。
しまった。氷結は無効みたいです。解析完了です。ここは
視野が広がった気がします。だいぶ慣れてきたからかな。ねえねえ、ありがと次。そこ暗いですよね。足元に気をつけてくださいね。ったく、ここ学校なんだから蛍光灯ぐらい残しとけっつの。帰還する装置がある。確認してくれ。この階は。よし、次だ。頼むぞ。今度みんなでカラオケ行かない？ストレス発散になるし。それ乗った。俺っちの美声に驚くなよ。
敵みたいをダウン。疾風の弱点です。よし、先を急ごう。あれは手ごわそうだね。あのシャドウ、手ごわそうだね。あれは、手ごわそうだな。あいつやばそうじゃね。強敵がいる。心してかかろう。調べられた。油断はできない。慎重にな。最初に壁の顔を見たとき怖かった。今にも動き出しそうで。手ごわそうだな。この階は全て回れましたね。だっ、
つか今更だけどさ。はい。お。する装置がある。確認してくれ。シャドウがいるな。このフロア。さらに力を増している。今まで以上に警戒が必要。もう ごきげんよう。依頼を受けていただけますか。成果のご報告を。では何とぞ。それでは。そういえば。それでは。
ようこそベルベットルームへ。どうぞご覧ください。こちらのペルソナ、そちらはすでにお持ちです。ペルソナの登録ですね。上書きしてよろしいです。登録完了でございます。全書に登録なさい。登録上書きしてよろしい。登録いたします。全書に登録なさい。登録全書に登録なさい。登録いたします。全書に登録なさい。登録いたします。全書に登録なさい。登録いたします。上書きしてよろしいです。登録上書きしてよろしい。登録上書きしてよろしい。登録完了でございます。さあ、どのようなペルソナをご所望ですかな。まだ扱いきれません。こちらは強いペルソナです。どちらを継承なさいますか。の力を授かって生まれそうですな。なかなかの力を始まります。少々過ぎたち、良い選択かと存じます。こちらは強いペルソナです。引き継ぐスキルをお選びください。新たな力は授からないようですな。生まれるようです。こちらは強いペルソナです。どちらを継承なさいますか。
らかの力を授かって生まれそうですな。楽しみでございますな。少々過ぎた力かと。良い選択かと存じます。引き継ぐスキルをお選びください。力を授かって生まれそう。始まります。少々過ぎた力かと。まだ扱いきれません。少々過ぎた力かと。おやめになりますか。またの。
の一手で。この相手の解析を進めますか。解析完了です。ここは この状況なら攻め時か。ペルソナ。どうする。ペルソナ。やらなきゃ。今
よっしゃ、新技ゲット。そういえば、やべ、ケツんとこ破れてね。ちと誰か見てくれよ。はあ、疲れはないな。行こう。次、ねえ、宝箱置いてあるよ。you
あの箱は特殊なもののようだな。あれ、宝箱？シャドウ発見。さて、お次はと。シャドウか、どうする？敵の反撃に備えておきます。どうする？ペルソナ！攻め時か。フェンセスレア効かないだと。やった狙わなきゃ。ペルソナ！ねえねえ、神話島のタルタロスは入ると決して出られない。お疲れ。ゆかりっちと霧城先輩と同じ寮とか、何も知らねえやつからすりゃ天国だろう。何も知らないやつってなんか引っかかる言い方ね。よし、登れそうだな。ペルソナ！苦しゅうない！
敵は解析済みですね。どうする？ペルソナ！討伐終了。勝ったね。お疲れ様でした。では探索を続けよう。次もさっきみたいに決めよう。この階は全て回れました。敵襲です。数2体。
のくらえ。まだだ。見事な勝利だ。ではないな。行こう。お、シャドウだ。シャドウ発見。どうする？やはり足に馴染んだブーツは。戻るやつあったけどどうする？どうする？
探索に戻ります。先を急ごう。死神タイプ出現。皆さん警戒よ。どうするよ。